皆さん、こんにちは。ラグビー元日本代表のスクラムハーフで、ワールドカップ3大会に出場した田中史朗選手が、今シーズン限りでの現役引退を表明し、将来的には日本代表のヘッドコーチを目指したいと明かしました。39歳の田中選手は、日本代表として歴代7位の75キャップの記録を持ち、ワールドカップ3大会に出場したスクラムハーフで、リーグワンディビジョン2の NEC グリーンロケッツ統括所属。田中選手は24日午後、都内で記者会見を開くと、冒頭で17年間という長い現役生活だったが、最高に幸せな時間だった。この小さな体でここまでプレーできたこと、日本代表としてワールドカップに出て新しい日本の歴史を築けたことは誇りだと話し、引退を決めた理由については、本当に体が辛いというのが一つ、そして下からもすごくいいプレイヤーが出てきているという悲しくも嬉しくもある現状で、今のパフォーマンスで現役を続けていいのかと思う部分があった。今シーズン半ばに決断したと説明しました。また、選手生活を送る上で家族の存在が支えになったとして、子供たちの笑顔が見たくて頑張ってきた部分もある。妻が一緒に頑張るから頑張ろうと言い続けてくれた。妻がいてくれたからここまでやってこられた。妻のおかげで最高に幸せなラグビー人生を送ることができた、と感謝の意を述べました。今後についてはグリーンロケッツのアカデミー部門のコーチを務める予定で、普及活動に取り組むとした上で、幸せなことに私の周りには優秀な指導者がたくさんいる。その方たちから学びながら、将来的には日本代表のヘッドコーチを目指したい。家族のように何でも話せるような指導者になりたいと語ります。会見の最後には日本代表として共にワールドカップを戦った松島幸太郎選手と松田力也選手がサプライズ登場することとなり、花束を送ってねぎらいの言葉をかけられると、田中選手は涙を流して感謝の思いを言葉にしていました。田中選手は、日本ラグビー界の重要な選手の一人です。高校、大学ラグビーで活躍後、トップリーグの強豪チームに加入し、小柄ながら技術と判断力で日本代表入りを果たしました。また、日本人選手として初めてスーパーラグビーでプレーした経験を持ちます。2011年から2019年まで3大会連続でワールドカップに出場し、2015年大会では特に活躍しました。日本代表のキャップ数は歴代7位の75に上ります。僕は一応、プロでやらせてもらっている。人生、かけてるので。これは、ラグビー日本代表のスクラムハーフ、田中史朗選手の言葉です。田中選手は、身長166センチ、体重72キロと小柄な体格ながら、南半球最高峰であるスーパーラグビーの日本人選手第1号となった実力者です。2015年のワールドカップイングランド大会では、3勝を挙げるなど活躍しました。試合では、ディフェンスでしっかり体を当てて、どの相手も止めに行くことを信条としています。国内所属先であるパナソニックに所属する田中選手は、パナソニックはディフェンスのチームだと語ります。そんな田中選手ですが、ある試合後にストレスが溜まっていた。試合自体は楽しくなかったと打ち明けました。レフリーの判定に納得がいかない場面があったようです。自軍ボールでの密集で、レフリーのプレーオンの合図とともに球を拾い上げようとしたところ、オフサイドの位置から相手のタックラーが突っ込んできたように感じたのです。試合後、レフリー陣へ見解を求めに行ったほどでした。また、観客動員数の少なさにも苦言を呈しています。協会に頼っていても普及はしません。僕たちとファンの皆さんで、日本の歴史を作っていきましょうと訴えかけました。しかし、田中選手の本当の全力は、発言ではなく、ディフェンスに詰まっています。反則とされた前半15分のタックルや、フォワードの勝利とまとめた続く25分のジャッカルなどがそれです。そして、そのことを誰よりも分かっているのは、他ならぬ田中選手自身なのです。先を見すぎると足元を救われる。一試合、一試合、全力でやる。ただそのことだけを考えるだけでも、本当に命がけなのだと、田中選手は語っていました。2015年9月から10月にかけて開催されたワールドカップイングランド大会で、日本代表は歴史的な3勝を挙げました。この快挙により、日本中がラグビーブームに沸きました。しかし、その一方で思いがけない事件が起きたのです。11月13日、東京の秩父宮ラグビー場で行われたトップリーグの開幕戦、パナソニックとサントリーの試合のスタンドに、
空席が目立ったのです。ワールドカップでは2000万人以上の国民が感染したと言われており、トップリーグの開幕戦のチケットも早々に完売していました。無料チケットも使用不可と告知されていたため、満員のスタンドでのキックオフがほぼ確実視されていた中での出来事でした。公式入場者数は17,992人と発表されましたが、前年の開幕戦の11,162人を下回る数字でした。ある関係者は、実際の入場者数はもっと多かったのではないかと指摘しています。初めてラグビー場に来た人への案内で手が回らず、正確に数えられなかった可能性があるとのことです。この日、日本ラグビー協会のチケット担当者が事態を説明しましたが、サントリーの関係者は説明された数字に誤りがあると感じていました。サントリーは約1800枚の日付指定券を主体とした約2500人の動員を見込んでいたのに対し、日本協会から伝えられた数字は約4100枚と大きな隔たりがあったからです。翌日のヤマハ対 NEC の試合でも前売り券完売となっていましたが、公式入場者数は8676人にとどまり、スタンドに空席が目立ちました。日本協会は急遽当日券の再発売を行いましたが、前売り券が完売した試合に当日券があるとは思わない人が多かったようです。この事態に田中選手は怒りをあらわにしました。チケットを知人に用意しようにも制限がかけられていたようで、落胆は当然のことでした。田中選手は日本協会のチケット担当者に電話で説明を求めたそうです。五郎たちが一生懸命メディアに出てくれていたのに、選手も企業も変わりつつある。そこで協会はなぜわからないのかと田中選手は嘆きます。電話口で担当者がお詫びをしても納得できなかったのでしょう。この問題を解決するために、ワールドカップで行われていたファンゾーンの導入が提案されています。スタジアムの外に大画面を設置し、チケットを買えなかったファンもそこで観戦できるようにするのです。パナソニックの関係者は、秩父宮の空席を見てすぐにこの案を思いついたそうです。実際にヤマハは静岡のホームスタジアム脇の広場に大型モニターを設置し、試合を生中継しました。今季のトップリーグでは、ワールドカップで活躍した日本代表選手や南アフリカ代表選手などが所属チームで躍動しています。南アフリカ代表のウィリー・ルルー選手は、キャノン合流わずか1週間後の試合で1つのトライと2つのトライセービングタックルという3トライ分の活躍を見せました。同代表のダミアン・デアリエンディ選手もランとロングキックで近鉄の攻撃に彩りを添えています。田中選手は、ラグビーには静かに見ろという雰囲気があると言います。しかし、ファンの人には盛り上がってほしいとも、やじや騒ぎ声は聞こえるものの、選手たちは集中力でプレーできるのだそうです。ワールドカップで盛り上がったラグビー人気をトップリーグでも維持していくために、運営側の創意工夫が求められています。チケット販売の方法やスタジアム外での観戦環境の整備など、改善の余地は多々あるでしょう。何より選手たちが全力でプレーできる環境を整えることが肝要です。田中選手の言葉にあるように、選手たちは人生をかけてラグビーに取り組んでいます。その思いに応えるためにも、日本協会をはじめとする関係者には柔軟な対応が求められます。急激な変化は難しいかもしれませんが、少しずつでも改善に向けた努力を重ねていってほしいものです。そんな田中文明選手は、都内書店で辞書、負けるぐらいなら嫌われるラグビー日本代表、小さき侍の覚悟の出版記念イベントを行いました。帝京対戦で右耳の鼓膜が破れたのですが、坂手くんにやられていたので、今度対戦した時は優しくしてあげたいと笑顔を見せながら、パンチの効いたコメントで報道陣を沸かせました。本は前年から書き続け、タイトルは日本代表でのチームメイトだった畠山選手と一緒に考えたそうです。日本ラグビーのためには、嫌われても言うことを言わないと良くならない、そういう思いで嫌なことも言ってきました。確かに周りが寄ってこないことはありますが、まるで嫌われていることはないと思いますと、自虐的なコメントを交えて嫌われ役を務めてきた本音を覗かせました。この日、ラグビー協会はジェイミー・ジョセフ新監督の新体制を発表しましたが、コーチ陣の人事は一切進展はありませんでした。田中選手は、協会には不信感があります、しっかりしてほしい、協会もレベルアップしてほしいと歯に
着ぬ着せずいつものスタイルで、本のタイトル通り教会から嫌われることも厭わないストレートな発言をしました。本の売り上げをもとにラグビーボールを購入して子供たちに配る計画もある。本は買わなくてもラグビーを知ってもらえればいい。いや、買わなくていいって言ったらまずいですか？あ、でも買わなくてもいいんですと実直な性格らしく、ラグビー愛を前面に出したコメントを残しています。いかがだったでしょうか？今回は田中選手について見ていきました。田中選手はラグビーをあまり知らないという方でも知っているほど有名な選手でしたね。引退ということで寂しい気持ちもありますが、コーチとして今後も引っ張っていくとのことでしたので、今後の活躍にも注目が集まりそうです。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。